これやっぱり呼ぶスマソウでしたね。呼ぶスマソウの目出しが、あ、ここにもあった。目出しの段階ではまだこの赤くて、一見するとなんだかわからない座禅草に似ているような感じがしますけど、秋田東北だと、なんだっけな、ポンナだったか、ホンナとかポンナとか言われる山菜です。なんか折った時にポンと音がするそうです。中が中空になってるんでね。まあ、そんな音聞いたことないけど、折ったことあるけど、僕この自分で作ったナイフを使ってるんですけど、これ鹿角です。で、こういった少し掘った方がいいなっていう山菜、掘ってから切り取った方がいいなっていう山菜の時は すごく便利で、こうやって柄の部分で掘ることができます。あ、なんだなんだこれ、あ、びっくりした。カタツムリか。あ、なんだ、でっかい芋虫かと思った。カタツムリだ。あ、これ冬眠するのか、カタツムリ。冬眠中だったのかな。なんかもしかして中で眠ってる？え？ってことはこれ食料になりますかね？もしや。もしや。これ食料を。切り取りました。意外とタッパはあるな、まだ短いと思ったけど。で、身もしっかりしてるんで美味しいんじゃないかと思います。香りがね、すごくいいんですよ。ほんと、なんて言えばいいんだろう、すごく爽やかな酸っぱさのある香りで、みずみずしい。フキに似てるかな、匂い自体は。フキの茎にもっと爽やか、うん、美味しい山菜です。これ僕結構好きなんで。もう少し、そうだね、これよりは大きいやつを採取していきましょう。これはわかりやすい。ヨブスマソウの開いてきた状態ですね。これもう大きいですね。日当たりいいんだ。あ、太い。あ、これは食べ頃です。ちょっとコウモリの羽を開いたような、そういうなんかこう、形、イメージがありますね。あ、これはいただいていきましょう。素晴らしい。こっちはちっちゃいんで置いておきましょう。素晴らしいです。ヨブスマソウ。十分食料になりますね。これだけ大きいと。で、基本はこの茎の部分食べるので、この脇芽というか、この部分はあんま食べることないんですけど、食べようと思ったら食えるけどね。まあ一緒に持ってきます。というのも、これ肥料にできますんで、私、あの家庭菜園というかハーブを育ててますんで、肥料にもなると。これが大花ウドの大きくなってきたやつですね。こんな感じですね。まあ、もっともっとでかくなります。背丈より大きくなりますから。まだこのつぼみの状態のやつをいただくのが、まあ、通常普通です。大きくなってからも僕はあの利用しますけどね。まずはやっぱ目出しのやつを食べましょう。こういう歯が開ききってないやつ。これは大ウバユリという山菜です。もう出てましたね。ユリです。まあ、ユリ根みたいのが下にあります。これ自身、葉っぱ自身も食べられますけど、アク抜きがちょっと大変です。茹でてから水にしばらくさらしないといけないんで。アダゴムシいるな。わらじ虫か。わらじ虫もまあ食べれますけど、まあいいです。これはですね、春先とか秋の終わりかなには、球根の方を食べることが多いです。もう毎年食べてますけど、まあちょっと掘ってみますか。前景が見えてきましたね。結構大きいですね。ここの皮の部分ですね。皮というか、まあ球根ですね。球根の部分が、一枚一枚剥がして、まあ、ユリと同じように食べることができます。ただちょっと、なんだろうな。筋っぽいかな。ちょっと、ユリ根とは違ってね、ホクホクはしてるけど、少し筋があるような食感です。ただ、味は美味しいです。よいしょ。あ、取れた。こんな感じですね。まあ、根っこの部分は切り落として戻しておきましょう。この辺からね。まあ、それで生えるかどうかちょっとわかんないけど。
この黄色い部分、ここが食用になります。まあ上の部分も食用になります。これは結構、これ大花うどを噛んだ後ですね。意外と食べてますね。これ全部食べられた後だ。新しいのも入ってるけど。ああ。意外と大花うど食べるんだな。鹿、うん、鹿だと思います。鹿以外だと狐、狸とか、になりますけど。もっと小動物でネズミとかリスになると、葉っぱはあんま食べなくて、根っこを食べるんですよ。葉っぱの部分を食べると言ったらやっぱり鹿ですね。大花うど食べるんだ。これちょっと名前忘れちゃったけど、春に咲くやつですね。綺麗な花。これなんだっけね。アザミだね。これも食べられます。まあ前回食べましたけどね。採取して。ちょっと大きくなってきたんで、これは、トゲが茹でても痛いかもしれない。雪笹、もしくは小豆菜ですね。美味しいです。非常にね。まあこれちょっと採取していきましょう。根っこ、ちょっと何本か引っ張ったら取れちゃったんですけど、根っこが横に伸びてちょっと太いんですよ。この根っこもうまい。非常にうまい。小豆を食べてるような、本当にそんな感じです。ちっちゃいオブスマスを生えてる。ちょっと食べてみましょうか。この細い方。あ、爽やかな、うん、うん、甘い。甘くて香りが爽やか。葉っぱも食えますね。うん、美味しい。美味しいです。まあ、なかなか生で食べることは、通常はないとは思うけど、食べれます、十分。またカタツムリですね。これはやっぱ冬眠状態なんでしょうね。重みがあるし、中に入っているのは確実ですね。カタツムリはですね、なんだっけね、寄生虫が入ってる、場合があります。ただ北海道では確か記録はないはずなんで大丈夫ではあるんですが、一応ですね、火を通します。まあ煮るなり焼くなりして火を通して、寄生虫を殺すと。仮にいたとしてもです。北海道での事例はないはず。よくカタツムリ触った後は手よく洗いなさいとか言いますけどね。まあ致死に至るものが入ってる、線虫だったかな、関東、ん関東級、忘れた。名前わかんない。まあ、一応です。でも、これ、美味しいです。私、粒大好きなんですけど、本当に、貝です。貝の味がします。これは、ヨモギだな？うん。特徴的な色。あと香りでわかるが。よいしょ。うん、ヨモギの香りします。まだちょっと小さくて、わかりづらいけど。なんだろうな、さっきから見かけるけど、フキに似ているが、光沢の感じから違うのはわかる。ヤチブキかな。でも水辺の多いところだけどな、ヤチブキは。ちょっとわかんないですね。ヤチブキだとしたら、まあ、正式名は、なんだ、エゾノリュウキンカ。なのかな。まあ、早いうちに花が咲くので、黄色い大きな花がね。それで判断しようと思います。
これは金水引きという山菜ですね。これも食べられます。金水引き、これはまあ天ぷらでも何でもいいんですけどね。おひたしにでもすっかな。これあんまり食べないんですよ僕。たまーに見っけるぐらいで。エゾエンゴサクです。エゾエンゴサク、エゾエンゴサク、すごく可愛らしくてね、僕好きです。青い花がね。で、これも実は食べられます。毎年食べてますけど。ま、可愛らしい花で、群生を見つけない限りはあんまり食べないですね。可哀想なんで。まあ、おひたしにして癖がなくて美味しいです。群生があると、十分な量が取れますね。これちょっと脇芽もあるので、近くにも少し生えてるんで、これいただいていきましょう。よいしょ。つまんで取れます。私これ好きです。あ、この辺にも入ってますね。これ毎年俺わかんないやつだな。これね、確かゴムっぽいくっせえ匂いするんだよこれ。ああ、そうだ、間違いない。ゴムのような香り、臭い。で、これが食えるのかどうか俺はいまいちわかってない。一見するとわらびみたいな感じだけど違うんだよね。匂いは臭い、ゴムっぽい匂い。いや、分からん。これ毎年分からないです。これもう取っちゃったけど、半根草です。さっき細いのあったけど、これは間違いなく香りもそうですし、半根草ですね。これは生でも食えるしね。ヨブスマ草と同じく、これ美味しいです。これは刺身にして食べてもいいかな。醤油でつけて、これはすごくいいよ。歩きながらも食えるし、まあ、アクがない、ほとんどない。結構山菜が多い場所っていうのは急斜面が多いです。意外と怪我しやすい場所なんで気をつけましょう。まあ斜面的にはこんなレベルかな。崩れるんでね、どうしても滑ります。でも水の流れがすごく速いので山菜が育ちやすい。これは半根草。まあ、アザミとかもありますね。まだ早いけど、この太い、これは、よく燃えるんですけど、これも一応山菜なんです。これね、ヌメヌメしてね、ぬめぬめ。まあ、ぬめりがある。ぬめりがあってね、美味しいんですよ。まあ、もうちょっと大きくなってからかな。15センチとか、大きくなったやつがあればちょっと採取していきますけど。昔、アイヌの人たちは、まあ、保存食にしていたそうですね、これを。春にとって。まだ食べるには早いですけど、ネズミとかはね、もっとちっちゃい時にかじっていたりします。これも一応食べられます。ちょっとホクホクしていたような記憶があります。こんだけ小さいと。大きくなると茎が中空で、なんだろうな、タケノコみたいな食感に近いですね。水場ですね。ストローです。天然の。うまい。これ山菜ですね。踊り子草ですね、多分これは。あ、わからん。違うかもしれない。ただミントのような葉っぱであるので、
あー、これが分かりやすいかな。うん、こういう4つの方向に分かれてる。で、可愛らしいミントみたいな。バジルにも似てるか。これ踊り子草だと思います。この辺、ちょくちょくあるな。似た植物、山菜ではない雑草に、ヒメ踊り子草ってのがあるんだけど、そっちは雑草で、食べられなくはないけど、あんまり美味しくはないです。山菜の扱いにはなってないはず。こっちは踊り子草は山菜の扱いです。山の方に生える。これ可愛らしい。まあ、もうちょっと大きく育つけどね。30センチくらいいくかな。これも食べられます。わりかし私これ癖なくて好きなんですけど。